おはようございます。中根です。今日はですね、土曜日です。仕事お休みです。そして、なんと、金曜日でね、今年の仕事が全部終わったんで、なんと、間違えた。目線こっちだった。金曜日で仕事が全部終わったんで、なんと今年の仕事終了しました。お疲れ様です。メインの仕事はね、全部終了して、あとはね、家でゆっくり年を越すだけっていう形になりました。ということで、今日はですね、こうちゃん、こちら、これこれ見えないね、やっら、じゃじゃーん、けるかケルヒャー、ケルヒャー分かります？ケルヒャー、あの高圧洗浄機、これこれこれでシューって壁とか床とか掃除できるんですけど、すいません、マスク取るの忘れてました。高圧洗浄機、ケルヒャーK4 ってやつなんですけど、 K4?K4? よくわかんない、メルカリで中古で売ってたんで買っちゃいました。でね、あのね、メルカリ昔ね、携帯切り替えたタイミングで古い携帯をメルカリで売って、ちょっとねお金がずっと余ってたんで、1年半ぐらい放置してたやつがあったんで、まあこのタイミングでね、ここ下とか、あとこのコンクリの壁、ブロック塀、コンクリートブロック塀ね、これ掃除したいなってずっと思ってたんで入手しちゃいました。メルカリで、ね、1万3000円ぐらいかな。でケルヒャーって K2 からなんか K2 から5ぐらいまであるんですよね。でまた K2 の下にもさらにもうちょっとちっちゃいやつとか、あと高温のスチームのやつとかいろいろあるみたいなんですけど、だいたいホームセンターで売ってるのは K2 とか K3 とかで、これは K4 で、その2とか3よりももっと水圧の強いやつらしい。でちょっとね、型的には古いんですけど、まあいいでしょうと、どうせまあね、ホームセンターで新品の計算買ってもね、これよりも、ちょっと値段するんで、まあ安く落とせたんでいいかなと思っております。なので今日はね、これでちょっと壁の掃除、初めて使うんでやり方とか全然分かんなかったんですけど、なんとなくいけましたね。これこのホースとこのガンにこの先端取り付けて、でホースはめて、あと本体と水道と電源つないでおしまいみたいな、結構簡単でしたね。最初ね、ここはまんなかったんですよ。ここがなんか水出してもね、ここからダバ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 ってずっと出てくるだけで、もう足元だけ濡れて終了みたいなもう俺もうなんていう、不良品捕まされたわって思ってたんですけど、いやそんなことなくて、なんかね、はめ方があるみたいで、なんかグイ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 やってたら、なんかなんかのタイミングでカチャってはまって、あ、来たって思って、今ちょっと試して動かしてみたらちゃんと動いたんですけど、なんかね、説明書ついてないんですよ。説明書ついてないから、あのホースの蛇口、ノズルと一緒、ノズルと一緒で、もう勘ではめていくしかない感じでも、勘でね、なんかね、はまりました、はまり方。なのでこれで今日はちょっとやっていきたいと思います。ちょっと、ね、出してみる。フリ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 、こんな感じ。これが一番弱いやつで、これ、ま、回したらね、強くなる。やばやば、こんな感じ。いやすごい、すげえ、マジすげえ。雨降らせられる、あ、あれかな、ドラマの撮影とかで雨降ってるのって、こういうのいっぱい使ってる。そんなことないかあ、でも本当にすごいですよ、ほら、冠水楽ですね、遠くからジューって。
さすがにこれで一個一個完遂することはできないですけど、なんかね、遠くからまとめてバーって水まく分にはこれ十分ですね、マジで。すげえ。じゃあちょっとこうしたらいいかな、こうしたら見えるかな。でちょっとこの辺ね、この辺か、この辺ちょっとやってみたいと思います。ケルヒャーのパワーがどの程度なのか僕自身分かってないんですけど、ちょっと試してそこを当ててみたいと思います。いくよ。わかんないですよね。ここがケルヒャー当てた場所、こんな感じで、この辺当たってない場所、この辺も当たってない場所、当たってない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 、でこの綺麗になってるところが今ケルヒャーのブイーンってやってるところです。ちょっとね、分かりにくかったと思うんで、下この土汚れ、ここにね、もともと苗床を置いてたんですけど、あそこに置いてるやつ、苗床、未生の苗床を置いてたんですけど、ここ土汚れてるんで、ここをちょっとやってみる感じを移してみようかなと思います。これでビシュッといくよ。おめっちゃ綺麗になったんだけど、すげえ。見ました？ケルヒャーやばくないですか？すげえ。結構ね、安い値段で落とせたし、バージョン的にも古いやつなんでどうなんだろうなと思ってたんですけど、こんだけパワーあればね、十分ですね。ちょっとね、これ面白いわ。今この辺のちょっとしたブロック塀と、ここね、ここと、あと下ね、ビーンってやっただけなんですけど、これね、なんて言うんだろう、まあ、初めてっていうのもあるんですけど、ちょっとね、楽しい。ずっとやってられるやつっていうんですか、ずっと見ながらビーンってやってるのがね、すげえ楽しい。
いつまででもできちゃう。はまりますね、これ。で、これちょっとね、今朝6時半、7時ぐらいなんですけど、うるさいかな。ちょっとね、音的にはね、若干うるさいですね。うーって言ってるんで、うるさいけど、まあまあ、千葉だし、家離れてるし、ね、隣の家も。まあ大丈夫じゃないかなと思います。今日は、この壁、全部、バーっとやって、終わりたいと思います。じゃあ、本日は以上でございます。さっきね、ケルヒアでウィーってやってから、もう完成もいらないんじゃないかなって思ってます。それぐらいの勢いで、もう目線こっちだった。はい、そんな感じで、じゃあ今日は以上でございます。こうやってね、ケルヒアでたまに掃除して、綺麗な環境を整えていこうと思ってます。あ、もちろん、この床とか、中の DIY が終わったら、この床も全部剥がそうと思ってるんですよ、実は。剥がして、このウッドデッキみたいな、まあ、簡易的なものでもいいんで、2x4 とかでもいいから、とりあえずウッドデッキ調にしようかなと思ってるんで、まあ、最終的に床を張り替える予定なんですけど、まあまあ、それでもね、一応日頃、それまでは使っていく予定なんで、掃除して管理しておきたいと思います。じゃあ、今日以上です。バイバイ。